私の素晴らしい、お友達、そして素晴らしい大先輩をご紹介したいと思います。私の学生時代からの憧れの、ミュージシャンの方々です。まずドラムス、ジョージ川口さん、そしてベース、小野光さん、そしてピアノは世良譲さんです。そして最後にサックスの松本秀彦さん、よろしくお願いします。どうもどうも。あの映画があったでしょ、あの井上先生とそれから大森聖太郎、ほら、嵐を呼ぶ男ありました。いや太鼓でしょ、いやあれあの真似事なんですけど、真似事でも難しいですね。また二十何年ぶりにやりました、ね、僕ドラムソロになってから自分でそのなんとか右パンチでやれフックだっていうのがね、あの当時からすげえ抵抗があってね、なんか照れくさかったんで、あれ以来全然歌ってないんですがね。あれ以来です。今日は皆さん今日お揃いなんだね。ジョーさんいかがですか。私はそのセリフなんかなしで、ね、歌の部分だけちょっと歌いまして、あ、そうですか、肩を皆さん の, その素晴らしい演奏にお任せして、やってみますかね。やってみましょう、はい、じゃあよろしくお願いします、はいはい、じゃあジョーさん嵐なドラマ、オイラが怒れば嵐を呼ぶぜ。喧嘩が終わりにドラムを叩きゃ恋の嘘も吹っ飛ぶぜ。なドラマ、オイラが叩けば嵐を呼ぶぜ。年がら年中ドラムを叩け、借金取りも逃げてゆく。どうもありがとうございました。すごく若返りました。